どうも皆さん、不定期更新のヤンさんの部屋へようこそ。ヤンさんです。さて皆さんは犬派でしょうか猫派でしょうか。ヤンさんは断然犬派なんですよね。まあ猫も好きなんですけど、まあ飼うんだったら犬かなと。まあ飼ってないんですけど、ペットは。はい、まあそんなね、ヤンさんの話は置いといて、はい、犬派という方も猫派という方もですね、ぜひチャンネル登録とベルマークの通知ボタン、それから、あ、高評価ボタン、すいません。高評価ボタン押していただければなと思います。それでは、はい、失態を晒しながら始めていきましょう。はい、ということで、今回も本日も始まりました。不定期更新動画、ヤンさんの部屋、よろしくお願いします。なんか今日ずっとグダグダですね。まあそんな日もありましょう。ありましょうというか。はい、失礼いたしました。ではですね、早速本日ご紹介するものをお出ししたいと思います。本日ご紹介するのはこちら。じゃん。なんぞやということなんですけど、はい、本日はこちら、ライアンズ、こうかな、こうしたらいいですか。ライアンズフェイバリットドッグファンシーペッツということでですね、本日はこちらをご紹介していきたいと思います。で、あの、なんぞやってことなんですけど、あの、犬のフィギュアですね。ライアンと犬たちのおしゃれな日常ということで、はい、あのですね、こんな感じで見えるかラインナップがされている犬のフィギュアになります。で、このまあサイズから言ってもそんなに大きくないかなーなんて、はい、思っています。で、ヤンさん的にこの中だったら、いや、どれが出てもいい。でも、あの、ミロとデュークかな、このあのヘッドホンしてるミロ、それから、こっちのちょっとタットをかぶってるデューク、見えますかね。こちらが結構ヤンさん的には欲しいなと。で、本日はこちらを3つご用意しましたので、はい、早速開けていきたいと思います。じゃ、ちょっと、はい、ということで、パッケージ開封しました。ということで開けていきたいと思います。まず1匹目、せーの、ドン。いや、こういうやつかい。こういうやつかい。じゃあ、全部袋から出しましょう。はい。で、これ、出します。では、早速、左側から。じゃあ、右側から、いきたいと思います。1体目は、せーの、ドン。お？名前は後でご紹介したいと思います。いや、ご紹介しましょう。彼の名前サシャ。ああ、箱ちょっと1個だけお出ししときましょう。サシャっていう名前だと彼女ですかね。よいしょ。はい、はい、ということで1匹目はこちら、サシャちゃん。あのね、めちゃめちゃ可愛いっす。毛並みとかすごい可愛いっすよ。つぶらな瞳で、真珠のパールのネックレスちょっとしてる感じなので、まあ、女の子かなーと、可愛くおめかししてる感じですかね。では2匹目、かぶらなければいいかな。せーの、はい。この子ですね、この子。この子はミア。出ました、ミアちゃん。ミアちゃんはスケボー乗りなので、こんな感じですかね。ちょっと、あの、後で写真でお出しします。こんな感じ。はい、いや、可愛いですよ。サングラスとスケボーの色を合わせて、可愛いおしゃれさんですね。では、ラスト、あー、
デュークか、ミロ、出ないかな。せーの、ドン。おお。いやいや、イケバン。イケメンじゃなくてイケバン。かわいい。ハットとサングラス、まあ、ほんとイケバンですね、彼は。レトリーバー。デューク。はい。イケバンです。ということで、かぶらなかったのはやっぱり良かったですね、はい。ということでですね、本日はこちら、ライアンズフェイバリットドッグ、ファンシーペッツをご紹介させていただきました。すごく可愛いですね。はい、ということでですね、本日はこちら、ライアンズフェイバリットドッグ、ファンシーペッツ、言えた。はい、こちらをご紹介していきました。実は、テイク3、4。はい、なかったことにして、しまっているわけではないんですけど、はい。テイク3、テイク4ぐらいになっています。ごめん、テロップさん、ここ開けました。ごめんなさい。はい。こちらですね、ぜひ犬好きな方は必見ですし、ワンちゃんを飼っているお方、同じ犬種のフィギュアが出たらテンションすごく上がるんじゃないかと思いますので、こちらぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。はい、ということでですね、本日はこちら、ライアンズフェイバリットドッグ、ファンシーペッツ、こちらをご紹介していきました。ぜひ見かけた方は飼ってみてください。ということで、本日のお相手はヤンさんでした。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。